よくやってんのがベットマン、エルフェルト、ジャックを魔女かな素晴らしい。その3キャラはね、一番ハーケンさんがやってると思います。流れをね、掴むのがなかなか難しい、ジャック王戦。大きくね、キャラ隊が2つあると言われてます。まずはガンガン行こうぜタイプ、僕ですね。で、ハーケンさんの丁寧タイプ、家を丁寧に壊しつつ様子を伺うハーケンさん隊、まあ、大胆な行動が得意なハキスさんって感じでしょうか。こうね、お家がね育っちゃうともうすごい。あー、ブッキラ入って、いいいい、ガフニール、さあ何か起こしたい隠しジャックをさあ後ろではコンソメ君がうん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 と何を理解したんだろうか今のは。右立ち合い、さあ丁寧に丁寧に攻めていくハーケンさんのジャック王戦。相方がジャック王なだけに本当によく知っている。下エースには3敗がかって、上からダウン取ったぞ。おうちも設置している、グー投げ決めて、さあ中央リボルバー、ちょっと明日が反撃は難しい。おうちを壊すことを優先してたら捕まえて、おっ、なんだ漏れたか、あー、おうちが襲ってくる、取り返すガキシージャックを、ワンプレー立ち、はい、中央、お、投げ返して落ち、さあ丁寧な仕事ハーケンさん。さあシャカシャカしてるのは隠し、あー、ぐるぐる回ってゴマキャンデフォロー、家を投げてカウンター、これはバスト、足に追いつけている、ガンフレ、わあ、マイビーカウンター、美味しすぎます。パフニール、ガンフレ、ここでバスト、体力はほぼほぼか、回って回ってバリアも張る、さあ早く来い来い、サーバント、グランドバイパー通らず、ブッキラ落とす、ナチュライ SS からのダウン、さあ置き攻めはガムレフェイント BP、 いやらしい、起動するな、リボルバー引っかかって、それは拾えます。勝ったのはハーケンソル、いやーセンス。 Here comes the daredevil. リボルバーは高めでカウンターすると拾えたりしますね。はい、そうです。あとガードバランスが上がってるとリボルバーが勝手にカウンターになるんで拾えます。出てくるわジョニー、ジョニー、あーマイビー理想的なカウンターが入って、エダー立ち、ハイで暴れた、痛い痛い、やめてくれ。さあジャンケー、さあジョニー対ソル、中央でね、ガンガン押されるとソルはちょっと嫌だなって気持ちになるんですよね。でジョニー王さんがね、上をちゃんと見ててブリッジしてくるんですごい面倒くさいんですよね。さらにゲージがね、向こうが持ってることが多い。ああ、いろいろあって暴れつぶし、あれ当たったら痛いですよね。さあ空中浮遊、マイピー、あー、これ美味しいんですよ、ゴロゴロしちゃうんです。いいいい、バフリール、ピオリチも稼いで、バンフレ置き攻めは失敗、あー、なんて大胆な、今日は半径さんそんな日、バーサス買ってランドバイパー、さあ普段の派遣さん僕は知ってるんで、なかなか珍しい選択肢を取っていく、ジョニー戦だからね。スタジアムまで一本選手は派遣する、そうジョニー戦はねグランドバイパーが有効です。まあ、ゲージあるときはガンガン打ってもいいんじゃないかなって個人的には思うんですけど。さあ走行しているうちにジョニオさんがワンコンボなのか、これは重い重いな、
たつけーから、あー何で暴れればいいんですか。立ち入っい、おっ何素晴らしい、待ってください僕のジャンハイみたいな感じ。あれ取られたら俺どうすればいいんだろうね。 FB あれやればいいんだよ。うん取って足払い、ジャンパイスラー、これはさあガンガン行く、派遣するゲージがあるので必要に足払いを狙っていく。なにポッチみたいな投げしてガンフレー、いい爆地で回避、ここら辺はさすがといったところ、構えてあーどうなってんだコイン、さあ大事に行く、派遣する、あ上上上コイン自由にやっていく、あー何を振ればいいんだ、取り返すジョニオス、ジョニー S スから入った、あーコインにはかかってない、コンボを食らってしまう、落として、あーゲージはない、あーこのバースは吸収勢のようなバース打って、 S 固めて固めてグランドワイパー、そう足元がね通りやすいんで暴れ潰し、あーもう一回中央に戻したな、派遣する、バフにいる、上から降ってきた、うわー一発で倒しっかり回避、さすがです、さあふんだんにあるゲージを使って攻めていく、あーマイハイもう一瞬ですよ、あれ当たるとバフにいる、ダッシュが素晴らしい、マイピー暴れ潰し、しっかりいいタイミングで暴れて、いやジョニオさんの暴れもうまい、シャガ系あのタイミングが潰しづらい、パチ系を間髪確認、さあ何を売る、ジャンプピンジャンプハイスラグランドワイパーがトップ上にやってきて、タツ系から固めて、さあゲージ状況が厳しい、キーマイピー突っ込んだ、これは難しい判断、どうすればいいんだ、さあ冗談ピンバース赤い、見ていたが勝ったのはハーケンソル、今ジョニオさんが誘ったように見えたんですけどね、ちょっとミスってしまったかもしれません。さあ出てくるはチップ、レンコンチップさん、空投げかマイピーか迷うところでしたね、タッチピーでも良かったかもしれないですね、分かんないですが、さあソル対チップ、これねバフミールとジャンハイがいい感じだった、これ助け足払い、固めていくのはレンコンチップさあ今日もね公会議の方ではチップが大活躍していた、ここからボスチームを倒すのあるで、直が投げガンフレー、いいガンフレーバスオープマイケー昇竜ガンフレー、シャガハイ拾いで K は入らず、おっ空投げマイピー、うーんノッソノッソと冷静に見ている派遣する、おっマイピーなー始まらないガンフレベイント、あー投げ仕込み立ち系、日本選手は派遣する、さあいい流れでいっている派遣する、そうパフニールがあればね、マイピーですあれさえ当たればねゴロゴロしちゃうよ、パフニールなんて野郎だ、振るだけでプレッシャー、いやーどうぞヒットでこさす、立ち合いから拾ってなんていうリターン、ガンフレー重ねて何も当たれない、投げてうまいぞ起き攻めはトースター勇気の選択、あー裏回って固めて冷静に投げて真摯な起き攻めして足払い、空中コンボで体力が逆転、空投げさあいい感じだぞ、あーガンフレーシャガハイ
しい。ブリッツ投げて、投げのセンスが素晴らしい。足りない。パフニール怖いよ。ジャイス、スタイス素晴らしい。取り返す、レンコンチップ。 ありがとうございます。あー、パフニールです。今日も振っていきます、パフニール。今日の大会でなんで僕は振らなかったんだ、この技を忘れていたんです。さあ砕けろ、ジャンエス足払い、ここでバスト。さあうまく立ち回っているが、空中投げからうまい、しっかりフルコン練習している。下段はガード、これは何を押せばいいんだ、ジャンプハイスラーかな。レス、あー、これにはなんだなんだなんだ、もう何入れても終わるでしょうかっていうのはアーケンソル。当たった瞬間頭を抱えているレンコンチップ。いや大丈夫、まだねフローラ先生がいます。うまくね投げを決めてリズムを取っていたんですけどね。パフニール、ブリンガー、必殺技が強いんだな。さあフローラコンソメ、さあ今日はね素晴らしいあのチームを倒してましたけど、まだねハーゲンさんがやっぱポチョを使ってるっていうかね、もう言わずと知れたプレイヤーだったんで、そこら辺がどう来るかっていうのもねあると思います。ハーケンソル対コンソメ、小島君前ハイからな、何を殺そうとしたんだ、あれは爆瀬か。すごいですよね、もうそれ以外に何を負けてもいい、俺は読みを信じるみたいな、ああいうのが怖い。前ハイ、さあ大胆に詰めて、熱い熱いよ、頑張れ熱い。じゃあハイ、あー飛んだ、おー飛んでいた、飛んだと思っていたら、ジャンス投げて、ここら辺のね投げうまいんですよね、ハーケンさんとかモッチーさんとかうまいですよね。足払い、立ち合い、さあ距離を調整するのはハーケンソル、コンソメさんは様子を伺っているか。立ち合いからここでバスト、ナイスバスト。ジョップがゲージを使ってしまったか、ワフニール、ここは出しは通らず。足払い、いい、さあ距離をしっかり調整している、前調整前調整。でもね、うわー素晴らしい、カウンターガンフレ重ねて、日本選手はハーケンソル、素晴らしいキャラ隊を見せている。 S から入った、さあ上をジャンプハイスラーで押さえつつ、地上は各種優秀な牽制で殺していきたいハーケンソル。対するコンソメさんね、立ち配とね対空の精度が素晴らしいんで、ここは打っていく、いい、スタエスがヒット、ここはダメージを取るぞ、十分すぎる、頑張って、足払いヒット、バックス呼んでそのままヒット、エクステンド、ああいうね一点読みをね綺麗に通していくのが素晴らしい。呼んだ、キーエスからガイガン、グリッド、これはあ届かないが、押せ押せ、バックス入れて、おお、フリンガーが打って PET 下段が入って、これは逆に困る。さあ立ち回りに戻る、お来た、スライドヘッド、ジャンプ D 取り返す、コンソメ、ポジョムゲーム、熱い、燃えろ燃えろ、ワフニールが来たんですわ。足払いで止めて、そう出先をね止めることができれば、足払い立ち入り、あーこれはデコピンだ、 B、 さあこゴルバー、
けー足払い。さあ読み合いが強い。持ちます。これは前系からまずは取った。ベジャール熱い。これはジャンエンスはバックスで回避。燃えない。勝ってんのはホンソイ星の金。技や経験が圧倒的な力の前にひれ伏す。燃えるかと思ったら燃えなかった。その全てをも凌駕。さあコンソメポジョムキンの旅はまだまだ続くんじゃよ。次の敵はお前早くないかカリンチュリン。頑張れ。どっちを応援してんのかな。さあカリンチュジョニー対コンソメポジョムキン。 YP カウンター読んでいくのはコンソメ。さあバースはカラッカラ、カラッカラだったんだがダメージが逆転してるのはなぜかカリンチュ。何があった？暴れ潰しかなくてフーダッシュ、フー投げ、赤入れてガードができない、空中投げやってレベルも上げてダウン奪ったぞ。お漏れたか。バックス読み読んでいる。ヒートエクステンドで画面足。さあ置き攻めはなんて誘拐転率取っていくのはカリンチュニー。ナチュラルにハンマーボールを潰していくピース。前 PNS 立ち配、おお単発打ってきた。勇気ある行動。ガンを奪って前に出ていくぞコンソメは。ガン奪ってさあ下段、さあいろいろ入れてなんで前系さあ全部読み勝っているぞ。取り返すコンソメ保証金。そうか全部読み勝てばいいんだね。そうだそうだ。投げてコイン、あ橋ジャンプDで振ってきて ES からコンボ決めてレベルも上げて、あすごすぎる。お投げてこれはまずはテイクダッシュで画面端は回避。構えている、構えているぞ。お構えているからこけて上からかぶせる立ちハイ。なんてこった立ちハイからコンボは失敗。あっち行ってこっち行ってコンボが決まって捕まえたぞ。ワンチャンスあるか。ここは超ヒー前ピーカウンターヒート。さあ画面足選択はインバーサーが通った。地獄が始まる。前に出てくる赤リンチュウ、うわどうしてああ勝負をしたが